バイバーイ。え、かわいい。片足を伸ばしてもらってビヨーンです。そうですそうですそうです。で片足がもう一個上がってくるんだけど戻ってくる。はい、ということで YouTube の肌ひどくない？まあ、いや、YouTube のミーティング月一で定例があって企画会議したりチャンネルの反省点を見たりより良いチャンネル作りをチームのみんながこうやって頑張ってくれてるのでこうして皆さんに動画をお届けできております。ということで私は帰ります。今日はちょっと Vlog 撮るの忘れてたんだけど朝一でピラティス行ってで松葉とあとちょっとだけここワックス眉毛のワックスしてもらってでミーティングが2本ねその YouTube の前にもう1本あってで YouTube の終わって帰るなんだこれ。はい、ということで今アナノン家に来ました。マイルズが1週間いなくて寂しいよなのでアナノン家にご飯を食べに来ました。いちごミルクのお店でいちごミルクいちごのお店で手土産買いました。じゃあ行ってきます。お風呂入ったの？もう早いじゃん。野球？野球だったの？なになに？あ、これどうぞ。ありがとう。え、何ですか？美味しいよ、絶対。いちごじゃん。いちごだ。あ、やばい。食べてね。めっちゃ美味しい。ありがとう。あの手料理。チキンカツです。ありがとう。お手伝いできたらマークを書こう。したのか本当に本当にしたのか何したんだよ。なんかしたもん。なんかしたの？覚えてないの？うん、覚えてないけどなんかいいってきたの。はい、よくできました。100円まであとちょっと頑張れ。キャー、美味しそう。そしてカレーもあるよ。残り物。幸せ。ありがとうアナナ。ということでアナナのお家に行ってたらふくご飯を食べてタクシーで帰るんだけどちょっとお腹がいっぱいすぎたのと2人でワイン1本とビールもいっぱい飲んじゃってあのブク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 っていう感じなのでトゥワイスの音楽を聴きながら歩いてちょっと飽きたらタクシーに乗ろうかなと思ってます。歩きながら音楽聴いてると私基本あの何リップシンクというこのトゥワイスの曲を聴きながら口をこう動かすんだけど今までさマスクしてたからさ気にせずやってたけどマスクしなくてよくなって普通に今でもそれやりながら歩いててだからちょっとそれもしなんか私のことを見かけてめちゃくちゃ口っぱくしてるなって思ったらそっとしといてください。はい、ということで今日はですね今から美容室に行って髪がすごいことになってるので髪を染めます。でオレンジにしたの抜けてもうオレンジいいかなと思って前やってた色にするのとあとその後打ち合わせがあって打ち合わせの後はバレンティノのストアイベントがあるのでそのまま行きます。本日もイエローのコーヒーをゲットして向かっております。ありがたいことに今月めっちゃ忙しくててかこっから今年多分忙しいわっていうやるいろいろ新しいことを始めるから
まあ、皆さんにも今年中にはね新しいちょっとお知らせがあるんですけど、はい、そんな感じよそんな感じよ。イズムに行ってきて髪をいつも通りの色に染めてよ。今日はちょっとなんかふわふわ巻きにしてもらいました。今からバレンティノのイベントに行きます。じゃん、靴はイエローのを下ろしました。前展示会で買ったって言ったやつ。パンツはビアバンダが届いて、トップスはルーブかな、インスタのスワイプアップだった気がする。はい、ということでですね、今バレンティノのイベントに行って、1周年のねお祝いだったんですけど、今から眉毛を染めにイズムに戻ろうか帰るか迷ってて、帰るかな今日は、そんな感じでした。あさみちゃんに連絡してみよう。結局ですね、あさみちゃんじゃなくて綾乃のお家にご飯を食べに行くことになりました。マジで人ん家にご飯食いに行きすぎなーって話なんですが、綾乃の家に行ってワンコたちと遊んでご飯をいただいて帰りたいと思います。ショイタン、ははははオーリタン、はは、お、危ないよ、あんたゴツンしてるよ。かわいい、オリも来たね。はいはい、焼きもち焼きさんね、かわいいわね。かわいいね。いきなり押しかけて人んちのご飯を食べる日々ですありがとう、本当にご飯を食べるためにハウスして待ってるオリーブさんです。お手伝いと危ないよ、うん、美味しすぎ、うん、うん、はい、ということでですね、もうね今10、あ、やばい、12時半になる。化粧はまだ落としてなくて着替えてもないんですけれども、なんか今日ねちょっとなんかあんまりいい気分じゃないかった、いい気分じゃなかったっていうか、ちょっと落ちることがあったわけじゃないんだけど、誰がどうとかこれがこうとかいうわけじゃなく、ハッピーに締めくくれなかった一日だなっていう感じで、全然綾乃とかにさご飯までごちそうになってこんなこと言ってんのもあれなんだけど、全然その前からなんだけど、 YouTube 見て元気もらってますとか言ってくれる方がすごくたくさんいて、言ってじゃあそれが 99% の人がそう書いてくれてる人がそうだったとしても、一つの嫌なコメントとかでさ結構持ってかれるわけよ。なんかへこむっていうよりそこに感情が持ってかれちゃうの、なんかはって99% の応援してくれてる人にも人たちにも失礼というか、同じくらいマイナスなこともリアクションをしちゃう気持ち、心がっていうのにすっごい腹が立つんだけどね。現実世界でもそうだなと思っていて、例えばじゃあいいことを言ってくれる人がいて、で嬉しいじゃんとか結婚おめでとうとかすごく嬉しくって、こう見てくれ、それが言葉、ただの言葉だとしても、そうやって私に対して気にかけて一言をかけてくれるっていう行為が私はすごく嬉しいし、そこにすごく感謝していて、それがじゃあインターネット上で言う 99% だったとした時に、なんか私この人に嫌われてるのかなとかさ、そういうのあるじゃん。悔しいわ、持ってかれてんのって感じ。めちゃくちゃポジティブな性格ですし、悩み事は基本ないんですけど、こうやってへこむ時もある、へこむというかなんか心持ってかれちゃう時もあるので。あともう全然話違うけど超体凝ってる、なんかついてんのかな今日。なるべく YouTube ではいろいろシェアしたいし、ありのままでいたいし、これがこの今 Vlog を撮っている私のリアルな Vlog で、ということでおやすみなさい。化粧落としてきます。松葉がいい感じ、お、めっちゃ松葉がいい感じなんです。リッチで今回はやりました。ギャンギャンに上がってる。はい、足の4分の1を4分の1を見て、3、4、5、6、あやの、はい、あなの、そうだよ、ダニエラ、ありがとう、ダニエラでランチ。
今はですねランチの後、打ち合わせ、まあ、会議かながあってちょっと新しく始める事業の会議なんだけど、みんなに発表できるのは10月ぐらいかなだと思います。で、それが終わって今からまた別の今度はなんか取材かなが一件あってっていう感じなので、もう本当に最近バッタバタでハッピーハッピーです。では向かいます。でマジでありえないことが起きた。車の番号の5番だったので、5番をして払って2100円払ったので、したら自分の車じゃなかった。右が私で左が知らない人で、左の人の車のお金払った。駐車場代が本当は2400円なのに4500円払ったんだけど、こっからまた移動で駐車場高くなる。もう最悪、何してんの。でもこれはオフィスビルに来たんだけど、これって入館証とかなくて行けんのかな。行けました。結構なんかこういうオフィスビルとか来ることちょいちょいあるんだけど、打ち合わせとかなんとかでドキドキするよね。すごい、こういうとこで働くのちょっと夢だった。私は小さな会社でしか働いてないので。今近所のパン屋さんに行って歩いて行こうと思ってたんだけど、雨だし車乗っちゃって、マジで運動してなくてやばい。最近お気に入りのレストラン娯楽に来ました。ケースケ YouTube だよ。出たー出たー YouTube だよ、ギャレットもいるよ。 Hello world! Hello world! はい、今日は日曜日なんですが、打ち合わせがあるので向かっていて、二日酔いですね。昨日ポーターのライブ行ってちょっとその後飲んで、二日酔いっていうか酒残ってんなって感じで、イエローに行ったら電話しないで普通にあのテイクアウトの方に並んでたんだけど、なんか言ってもないのにもう作ってくれて、お会計したらはいどうぞみたいな感じで、私がいつも急いでるから出してくれて、本当に優しい店員さんたちだな。店長さんか、あのお兄さんはっていう。でももう大盛況、めちゃくちゃ混んでました今日も。で天気がいいからね、日当たりのすごくいいお店なのでめちゃくちゃ混んでた。スペシャルゲストですね、かわいい。ここで見てもかわいいですよ。お顔がお豆みたいに小さいメイソちゃんです。多分私のね YouTube 見てる人びっくりしてますよ。まさか黒木メイソが YouTube に出るなんて。今日はランチしてお花をいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます、優しいお姉ちゃん。ということでコーヒー飲んで帰ります。あー、痛い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 。あー、ママ来たよ。諦めてこうやって寝てた。マジペアルックじゃない。ありがとうございます。じゃーん、お団子買ってくれた。プルプル今その場で焼いてくれたよ。今からサウナです。うまっ。プープー。サウナです。あさみちゃんワンセット終了。はい、下北のサウナにいるんですが、あさってで終わりだって。残念です。どうですか、話しかけないでください。外気浴中なので話しかけないでください。最高。やっぱりテントサウナが一番好きです。そうなの。うん、テントサウナが一番好き。サウナからのお寿司日本酒、イエイイエイ。着いた、これだ。着きました、三宿の寿司園。はい、というわけで今からピラティスに行きます。
こんな感じ。今日最近なんか似たような格好ばっかしてる気がする。うわすごい。分かった。はい、いける。今ピラティスが終わって、リンが作ってる昆布茶があるんだけど、それを買いました。抹茶味にした。この昆布茶すごい美味しくて、朝いつもあの本当ちょこっとだけなんだけど飲んでってやってます。普通に、どこにいるのか分かりません。みんなかわいい、かわいい犬たちがいるね。かわいい、幸せ。トイもいるんだ実は。怒ってる。いいね、なんか強く引っ張れるから。え、強く引っ張れる。たくましくてこうさ。クラおいで、フィちゃん。クラおいで。クラ怖いか。クラおいで、クラおいで。すごい。アリサどうしたの？めっちゃ木がお尻に刺さった。はい、というわけでここのね黄色かった部分を白っぽく染めてもらったのと、眉毛をブリーチはしてないんだけどちょっと明るくしてみたの。そうすることによって顔がちょっと優しくなるのと、最近は眉毛を黒とかよりもあの色を薄めに描いたりしてるので、いい感じです。イエーイ。見る？チャイ？チャイ？見る？チャイ？チャイ？聞いた聞いた聞いた、はぁ聞いた聞いた、嬉しいよ。とろたまチャーシュー丼、みんなでラーメンです。え、美味しそうだよ。めっちゃえ、めっちゃうまそう。うん、油まあ油うまいよね。うんうんうん、とろたまとろしちゃおう。え、早っ。え、ごめん。うん、何さんだろう。食べて。うん、食べる。それはマイルズにも同じ反応をします。うん、かけがえのない人に会えた。嬉しい。嬉しいね。あ、危ない危ない。嬉しいって。結構満開です。はい、そして今からネイリーの撮影で中目に来ました。すんごい人。あ、そうだ、桜だ。そうだ、まあ祝日ってのもあるんだけど、マジで人がすごくて、で今からネイルを綺麗にしてもらいます。でそう、ネイリーでいつもあのネイルをやってもらってて、私がアンバサダーをしてるんだけど、ぜひネイリーもチェックしてみてください。 YouTube もあるので。汗がやばい。ランマスというチーズとワイン専門店に来ました。前も Vlog で見せたことあるかも。はい、今から早見が来るのでご飯を作ってました。いや YouTube よ。マイルズと電話をつなぎながらご飯作って、エアフノンフライヤーの唐揚げ、私がダイエット中なので、あと蒸し野菜など。蒸し野菜は土鍋でやります。はあ、帰ってきました。はあ、今からまだまだやることがいっぱいだよ。今日は金曜日、もうすぐ9時なんですが、本当に最近ちょっと忙しくてハッピーなんですけれども、あの肉体的にとか物理的に忙しいプラス
締め切りがあるものが多くて、これを考えたりとかデザインしたりとか、そういうものがそう多すぎてパニックパニック。一日が何時間あっても足りない。なので、今からやることをやっちゃって、ご飯も食べたいし、動画撮れないかも。今日はね、もうやることやらなきゃいけないのですいません。ということで、また明日かな、明日お会いしましょう。本日はマイルズくんお手製のカリーです。イエーイ、ありがとうマイルズ。マイルズアメリカから帰ってきてお土産ないんだって。お土産ってさ、言うけどさ、あなた、うん、いらないでしょ。けどあるじゃん。なんだって、歯磨き粉とか。じゃあトリュフマヨネーズ買ってきたよ。トリュフマヨ、トリュフマヨ、ほら、ありがとう。今俺にだけなんだよ。これ僕に買ったガーリックパルメジャーン。へえ。私にお土産ないけど、私のおばあちゃんにはある。いいやそれ、もう。いや、あなた完全にそれ消したんだから、やめて。マイルスが帰ってきました。賑やかになってますよ、我が家は。眉毛染めていいかね、気づかない。なんかもう言っちゃったよ今。気づく、優しくなったでしょ顔。これは見てる、はい、そんな感じの日々でした。 So good。あのさ、あなたがディズニーランドで食べてさ、エローテあるじゃん、コーンの。めっちゃこれうまいって言ってた。ああ、あれのチップス、トレジョーだって。チエおすすめ。ディズニーランドだっけあれ、ディズカリフォルニアアドベンチャーか。で食べたコーンのエローテがすごい美味しかったんだけど、それのチップスだそうです。今度食べてみたいと思います。でも Vlog で出してるから、もし見てくれてた子はわかるでしょ。はい、こんな感じでまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバイ。